次週のガキの使いはクイズ村にしとおるの100のこと、完結編です。先週に引き続き長難問が続々出題されます。遠藤にあだ名をつけるとしたら？の問いに、月帝片政は、ほほほい遠藤、松本人志は、ダイナマイト大根、浜田正久は、長教マン、と答える中、村西の答えは、北関東最強のナメクリマンエンちゃん、と、とんでもない回答が飛び出します、わら。ブラホックを何秒で外せるかに挑戦する村西。意外と遅い結果に村西は、早く外しても何の意味もない、とブチギレます、わら。これにはメンバー全員大爆笑、わら。果たして誰が優勝するでしょうか？お楽しみに。